ボールドリックはアメリカ産のサラブレッドである。ヨーロッパで走り、イギリスで大レースを二つ制した。タネボバとしてはフランスと日本で一定の成功を収めた。ボールドリックはアメリカ生まれの競争馬で、馬種もアメリカ人である。フランスに送られ、オーストラリア人調教師に管理され、主にイギリスで活躍した。イギリスで1964年の2002年。 チャンピオンステークスに勝ち、中距離馬として高い評価を得た。フランスでタネボバになり、アイルランドダービー馬のアイリッシュボールを出すなど、一定の成功を収めた。後に日本へ輸入され、天皇賞馬競泳プロミスなどを出したが、サンクは気難しいのが特徴だった。アイリッシュボールも日本へ輸入されたが、日本では、不景は発展しなかった。オセアニアではサンクが大人気となり、 多くが種ボバになり、不景が何代か続いた。母の父としては十分な実績を残し、フランスでは BMS チャンピオンになったほか、日本でも何年にもわたって上位に入った。ボーリドリックは、フランスでデビューした時点では、ボールドリックと表記されている。3歳になって、イギリスへ遠征したが、イギリスにはすでに、ボールドリックという名前の競争馬が登録されていたので、 当時の定めに則っ,って、イギリスでは、ボールドリック2と表記された。イギリスと馴染みの深いカナダやアメリカ、オーストラリアの当時の新聞記事などでも、ボールドリッキーの表記を行っている事例もある。イギリス由来の文献を翻訳したものなど、同時代の日本語文献でも、同馬をボールドリック2と表記するものもある。ボールドリックは、後年、シュボバとして日本に輸入された。 日本ではボールドリックとして正式に登録されており、決闘所などでもボールドリックあるいは輸入場を示すをつけてボールドリックのように表記する。なお、英単語としてのボールドリックは飾り体、受体と訳され、剣などを携えるためのタスキ、あるいはそれが儀礼化した霊装を表す。父のラウンドテーブルボールドリックは父ラウンドテーブルの初年度産区である。 ラウンドテーブル自身はアメリカ生まれでアメリカで走った競争馬だがその両親は共にイギリスの競争馬であり決闘はイギリスで成功してきたものである。ラウンドテーブルは1950年代の世界を代表する名馬の一頭でボールドルーラー、ギャラントマンと争って通算43勝を挙げ175万ドルを稼いで獲得賞金額の世界記録を作った。 ラウンドテーブルは1958年にアメリカで年度代表馬となったほか、1957年から1959年までの3年間、アメリカの芝部門のチャンピオンに君臨した。1959年のシーズンを最後に競争馬として引退し、1960年から種ボバになった。ボールドリックはその最初の世代の産区である。 現役時代にラウンドテーブルのライバルだったボールドルーラーはラウンドテーブルより1年早くシュボバ入りし3区が競争年齢に達した2年目の1963年には早くも全米シュボバチャンピオンとなって歴史的な大成功を収めたそれと比べてしまうとラウンドテーブルの種ボバとしての出だしの成績は見劣りするがそれでも一流の成績ではあったラウンドテーブルは タネボバデビューから10年経って、1972年に、ようやく全米のタネボバチャンピオンになり、ボールドルーラーと並ぶ名声を得るようになった。が、その時点では、ボールドリックはとっくに現役を引退してタネボバになっていたので、ラウンドテーブルのタネボバチャンピオン達成に、ボールドリックが直接寄与したわけではない。イギリス血統の父ラウンドテーブルに対して、母のトゥーシティーズの母系は代々アメリカで、 活躍してきた。この母系を遡ると、20世紀初頭のアメリカの重要な繁殖品馬であるフリゼットに行き着く。フリゼットは、フリゼットステークスの名前のもとになった基礎繁殖品馬である。これよりさらに遡ると、イギリス二巻品馬ショットオーバーを経て13号族の 13C 分子の祖であるストレーショットに至る。四大母のバルキュアの3区には、 アメリカ3歳ヒンバチャンピオンのベイングランシー、CCA オークスのハイプノティック、スピナウェイステークスのビーカレスがいる。それぞれの子孫にも活躍馬が出ている。3代母のバールスはアラバマステークス3着馬、2代母のビエナはアラバマステークス優勝馬である。ビエナのサンクアンブラーはクレーブンステークスやブルーリバンドトライアルステークスを勝ってアルゼンチンで種ボ馬になった。 母のトゥーシティーズは、現役時代は13戦1勝の成績である。トゥーシティーズの3区で、ボールドリックよりも年上の者としては、アメリカで20勝を挙げた、ハンアネ、ルシーマネと、ピムリコカップハンデレンパなど8勝を挙げた、ハンアニクロスチャンネルがいる。この他、ボールドリックより後に活躍した者としては、ボールドリックの判定に当たるビレッジスクウェアが、フランスで、 シュマンドフェルデュノオーリショーモートリーショーなど4章を挙げ、オーストラリアで種ボバになったほか、ボールドリックのハンアネパリジャンが繁殖品馬として日本に輸入され、1980年代に活躍したコースメンワイルドなどを出した。トゥシティーズの父、ジョンズタウンは、ケンタッキーダービーとベルモントステークスの2冠馬である。ボールドリックの生まれ故郷、ミドルバーグはアメリカの 馬術の聖地とされている。ボールドリックは、アメリカ東部のバージニア州、ミドルバーグにある、ブルラン牧場で生まれた。生産者であり、馬主であるハウエル・イージャクソン夫妻は後に、バージニア州、馬の名誉の伝道入りをした人物である。夫妻は、ヨーロッパの競馬にも挑戦しており、ヨーロッパでは、ハウエル・イージャクソン夫人名義で走らせた。このため、夫妻のヨーロッパの競走馬の名義は、 大抵、ハウエル・イ・ジャクソン夫人と表記されるが、ドロシー・ジャクソンやブルラン牧場、ハウエル・イ・ジャクソン夫妻などのように表現される場合もある。ミドルバーグはワシントン DC 郊外から西へ1時間ほどの距離にある町で馬術の聖地と呼ばれている。ミドルバーグはもともと18世紀に遡る宿場町でイギリスの田舎町を思わせる植民地時代風の建物が並び、 赤狐亭といった歴史的建造物が多くある。20世紀になると、ミドルバーグには狐狩りや馬術の愛好家が集まるようになった。街には馬事に関する博物館も設けられている。ハウエル・エドモンド・ジャクソンは連邦最高裁判所の判事や上院議員を務めたハウエル・イ、e、ー・ジャクソンの息子である。ハウエル・シニアの弟のウィリアム・ジャクソンは南北戦争時には 南軍の将軍で19世紀のアメリカの代表的なサラブレッド生産牧場だったベルミードの所有者だった。ジャクソン家は綿花生産で財を成した大富豪でもあり、ジャクソン家が使用する勝負服はアメリカで一番古い1825年から使われているものである。ハウエル・イ、e ・ジャクソンはこのベルミードで生まれ育った。ベルミードはケンタッキー州にほど近いナッシュビルにあり、 ハウエルは、ナッシュビルのバンダービルト大学と、ジョージ・ワシントン大学の法学部で学び、ゼネラル・モーターズの重役を務めた。ハウエルは、ミドルバーグの土地を買い、オーナーになった。さらに1938年には、オーケンデール牧場を購入し、ウィリアム・エル・ボートムリーという建築家に依頼して、コロニアル風の屋敷を整備した。この屋敷は、今は、アメリカ合衆国国家歴史登録罪となっている。 夫人は旧姓をドロシー・パターソンと言い,い、ナショナルキャッシュレジスター・カンパニーの社長令嬢である。1935年にドロシーは、ミドルバーグで227エーカーの土地を購入し、やはりボトムリーに依頼して、コロニアル趣味の豪壮な邸宅を建設した。この建物もまた、アメリカ合衆国国家歴史登録財である。このほかドロシーは、1930年代に、 ミドルバーグの近郊の各地に100エーカー単位で、いくつも土地を持つようになっていった。ハウエルには何度かの結婚歴と離婚歴があった。ドロシーは1940年に夫と死別していた。ハウエルとドロシーは1942年に結婚し、ハウエル・イ、e ・ージャクソンとドロシー・パターソン・ジャクソンの夫妻となった。夫妻はミドルバーグ近郊に、 オーケア軍とラウドン軍にまたがって広大な土地を持つ王子主になった。夫妻はオーケンデール農場、ブルラン牧場とハウエル・イ・ジャクソン・レーシングという三つの組織からなるサラブレッド競馬のための複合事業を営んだ。ブルランというのはもともとはブルーリッジ山脈の一部をなすブルラン山脈などの地名だが、とりわけ南北戦争の大会戦の一つ、ブルランの戦いで知られている。 ジャクソン夫妻の広大な土地は、ブルラン山脈を見晴らす場所にあった。彼らの競馬事業が最初に成功を収めたのは1944年である。子馬の頃に買ってきた、レッドシューズという品馬を、ニューヨークの競馬に出すと、ピムリコークスやテストステークスに勝った。後年、夫妻は、ニューヨークに設けた旧車に、この活躍馬の名をとって、レッドシューズ旧車と名付けている。 レッドシューズはブルラン牧場の繁殖品馬となり、1955年の全米2歳品馬チャンピオンであるナスリナを生んだ。夫妻のチームは他にも1950年代にマスキットステークスに勝ったバレリーナを送り出した。バレリーナはサラトガ競馬場のバレリーナステークスにその名前を残している。1958年にボスバーグステークスなどに勝ったティックタックや 1960年代の活躍バラフアラウドもジャクソン夫妻による生産場である。夫妻がヨーロッパで最初に大きな成功を挙げたのがラフアラウドの半安のネバートゥーレートである。ネバートゥーレートはフランスに送り込まれ、2歳児にタイムホーム氏によるフリーハンデで全王2歳品馬チャンピオンとなり、3歳になって1960年のイギリスのセンギニートオークスを制した。 また、1962年には、この年から大幅に賞金が増額されて、ヨーロッパ有数の高額賞金競争に生まれ変わった、アイルランドダービーへタンバリンを送り込み、優勝した。ボールドリックはこれらの成功場に続いて2歳の時に、ヨーロッパへ送り込まれ、オーストラリア出身のアーニー・フェローズ長教師が、フランスのシャンティーに開設する旧社に入った。この ボールドリックよりは一歳年上だが、活躍時期は、ボールドリックと同時期になる、ナスラムも、夫妻によって、フェローズ級者へ送られた一頭である。ボールドリックは2歳から4歳まで、フランスとイギリスで走った。若いうちは、激しい気象が体制を妨げていたが、3歳になると、力を発揮するようになり、イギリスで2000ギニーとチャンピオンステークスを制し、1964年の、 ヨーロッパ中距離のトップクラスの競争馬となるとともに、関係者に様々な栄光をもたらした。しかし4歳になると、気象の問題が再発し、競争に耐えられない域に達して引退した。通算成績は12戦4勝だった。ボールドリックは、フェローズ長教師が狂気と評するほど手に負えない激しい気象の持ち主で、車眼側を装着してなんとかレースに出た。 二歳の時は四戦して一勝止まりで、トランブレー競馬場のトラン賞という1100メートルの小さな競争に勝った。主要な競争では、秋にサラマンドル賞に出て、イギリス産のカークランドレークに次ぐ二着に入ったが、フランスの二歳戦としては、最大級の競争であるグランクリテリウムでは出遅れて、着外に沈んだ。このグランクリテリウムを勝ったのはネプテューヌスで、三着には、 カークランドレークが入った。ボールドリックと同世代のフランス場では、ネプテューヌスが翌年3歳になって、フランスの主要3歳戦の一つ、プールレッセでプーランを勝ったほか、フランスの近代の名馬の一頭ルファビュルーがいる。ルファビュルーは、ノアンユ賞、ルパン賞、フランスダービーと3歳主要戦を連勝するなど、2000メートル前後の無距離で部類の強さを見せたが、三歳以降、 ボールドリックがルファビュルーと対戦することはなかった。3歳になったボールドリックは精神面での成長が見られた。3歳初戦になったのは春のジェベル賞で、この競争はタカウォークが勝ち、ボールドリックはジェルと共に2着を分け合う、同着2着となった。ジェルはこの後フランスダービーで3着になる。ボールドリックはこの後4月末のイギリスの2000ギニーへ遠征した。 この年の2000ギニーは賞金が大きく積み上げられ一着賞金はイギリス競馬史上最高賞金となる4301ポンドになり27頭が出走した。2000ギニーで有力視されていたのは2歳の時にミドルパークステークスやコベントリーステークスを勝ってイギリスの2歳チャンピオンになっていたショーダウンと前哨戦の一つフリーハンディキャップを勝ったポートメリオンだった。 ショーダウンは単勝6倍の一番人気になった。しかし一部のブックメーカーでは、ポートメリオンが極端に売れていて、単勝1.07倍にまで倍率を下げている業者までいた。ボールドリックには、オーストラリアから呼び寄せられたビルパイアーズが乗ることになったが、パイアーズ機種は2002の開催地である、ニューマーケット競馬場での起場経験はなかった。 ボールドリックの単勝は21倍で人気薄だった。1マイルの直線コースで行われたこの競争で、本命のショーダウンはゴールまで、残り400メートルのあたりで、一度は先頭に立った。しかしあと200メートルのあたりで、パイアーズの巧みな騎乗によって、ボールドリックが先頭を奪い、そのまま後続を抑えて勝った。総破タイムは1.38、4、5で、 2馬審査の二着にはこれも人気薄のファバージが入った。人気のショーダウンは離された四着止まりだった。アメリカ三馬、場所がアメリカ人、調教師はオーストラリア出身で、フランスの旧社、騎手もオーストラリア人と国際色に富む結果になり、近代競馬の国際化を象徴するような結果になった。しかし、この年一番の高額賞金を、 外国人に持って行かれた格好になり、多くのイギリス人は落胆した。イギリスのブックメーカーだけは大波乱の結果に大喜びだった。というのも、もしも人気馬が勝っていれば、ブックメーカーは80万ドル相当の大損をするところだったのである。イギリス競馬史上、外国の馬がクラシック競争を勝つのは史上5頭目という記録になった。が、それ以上に、 バシュのジャクソン夫妻は、イギリスのクラシック競争に3回挑戦して3回とも、優勝という素晴らしい好成績となった。2 0 0ニーのレース後すぐに、バシュのジャクソン夫人によって、ダービー挑戦プランが発表された。この年のダービーで強力な本命となったのが、アイルランドのサンタクロースである。サンタクロースは2歳シーズンの最後に、地元のレールウェイステークスを8番審査で圧勝し、 ダービーの本命との下馬評が広がっていた。3歳になると、本場イギリスの2000ギニーを避け、アイルランド2000ギニーを勝ってきた。本格的なスタミナのある決闘で、1マイル半で行われるダービーでは実力を発揮しそうだった。3.5倍の一番人気として、イギリスに乗り込んできたサンタクロースには、昼夜を問わず、限界体制が敷かれ、居場所すら公表されなかった。 当時はエリザベス女王やチャーチリ首相ですらサンタクロースの居場所を知ることはできないだろうと報じられている。ダービーではしばしば本命馬が勝つと応存をすることになるブックメーカーによると見られる本命馬への毒物投与や障害行為などの妨害工作が行われてきたからである。アイルランド人が大量に馬券を買ったせいで サンタクロースの単勝倍率は最終的には2.8倍まで下がった。サンタクロースに対抗できる者がいるとすれば2000ギニーに勝ったボールドリックだろうという雰囲気が次第に高まった。ダービーの2週間前のグラスゴ・ヘラルド氏はボールドリックはアメリカ最高の決闘に裏打ちされた強さに満ち勇敢で立派なオスゴマと持ち上げ、 サンタクロースを任すとしたらその最有力候補だと書き立てた。ボールドリックは2000ギニーの後一度フランスへ帰国し、イギリスダービーの2日前に現地入りした。ボールドリックがイギリスの水を嫌ったため、わざわざフランスからのミミズを輸送してきた。ボールドリックは決闘的に距離適正に不安がなかったわけではない。父のラウンドテーブルは1ハロンのケンタッキーダービーで負けており、 イギリスダービーと同じ12ハロンの競争では2度、惨敗している。ラウンドテーブルの母の父は短距離決闘として名高い、ザボス系である。ボールドリックと似た決闘だったプリンスシモンも、イギリスで走り、10ハロン以上の距離では一生もできなかった。母のトゥーシティーズは7ハロンの競争をどうにかかった、ことしかなかった。しかし、ボールドリックの母系には、 サーギャラハットの強い近親後輩があり、これがボールドラットのスタミナを支えるだろうとみなされた。最終的にボールドリックの単勝は11倍となった。6月3日のダービー当日に出馬を表明したのは17頭で、ダービーとしては異例の消灯数になった。観客はエリザベス女王を筆頭に22万5000人が集まった。スタートすると、 サンタクロースは17頭の最後尾につけ、最終コーナーを回るまで後ろのままで、バッシュとファンを焼きもきさせた。最後の直線で、ボールドリックは一度先頭に立ったが、残り200メートルでバテてインディアナにかわされた。そこへ、サンタクロースが最後方から追い込んできて、ゴールまで残り90メートルの地点で一気に、インディアナを差し切り、さらに一馬身突き放して優勝した。 ボールドリックは5着に終わった。大本命のサンタクロースが勝ったことでブックメーカーは大変長くの払い戻しをする羽目になり、被った損失は17年ぶりの巨額になった。サンタクロースの騎手は優勝したにもかかわらず、馬種をハラハラさせたことで不況を買い、若手騎手と交代させられた。2着のインディアナは秋にセントレジャーを勝ち、後に日本で種ボバとして成功する。ボールドリックは、 一ヶ月後のエクリプスステークスに向かった。エクリプスステークスは、それまで三歳馬同士で争ってきた若馬が初めて、コバの一流どころと対戦するように企画された競争で、この年はアイルランドのコバ、ラグサが強敵になった。ラグサは、前年にアイルランドダービー、キングジョージ6世クイーンエリザベスステークス、セントレジャーを勝ち、 前年のイギリス最強馬だった馬である。この競争では、ボールドリックは、ラグサに屈し、一馬新反差の二着に敗れた。ラグサは、この勝利によって、イギリスの現役最強馬の座をサンタクロースから、奪い返した。敗れたとはいえ、ボールドリックにとってみても、三着の小馬、ターコガンに対しては六馬身の差があり、最強馬、ラグサとの喫茶やターコガンの実績からすると、 ボールドリックも小馬の一流馬を相手に十分やっていけるということが証明されたとも言えた。これ以後、ボールドリックには1マイル半は長すぎるとの判断で中距離の路線へ進むことになった。ところで同世代のダービー馬サンタクロースはこの間にアイルランドのダービーへが愛戦して優勝していた。サンタクロースとラグサは7月半ばのキングジョージ6世 クイーンエリザベスステークスで対戦し、イギリス最強馬の座を争う予定だった。しかし直前になって、ラグサが固い馬場を嫌って回避してしまった。ももとに今日の争いと考えて、他の多くの馬も出走を見送っていたため、たった4頭で行われるキング・ジョージ6世クイーンエリザベスステークスはサンタクロースが、史上空前の1.15倍の大本命になった。 ダービーを勝った時のベテラン騎手は、馬種の不況を買って下ろされており、サンタクロースには、若手騎手が乗って出走してきた。ところがこの若手騎手の経験不足のため、人気薄の穴馬にまんまと逃げ切られてしまい、イギリス系馬史上に残る大波乱の汚名を残してしまった。これを逃げ切ったのが、馬種ハウエル・イ・ジャクソン夫人、調教師、アーネスト・フェローズ。 キシュビル・パイアーズというボールドリックと同じチームのナスラムでボールドリック陣営にとってはダービーの仇を打った格好になった。ヨーロッパの一流馬にとって秋の大目標はフランスの外線門賞やイギリスのチャンピオンステークスでまだ余力があるものはその後イタリアのジョッキークラブ大賞やアメリカのワシントン DC 国際へ向かう。ダービーでの成績からボールドリックにとって2400メートルは 距離が長すぎると考えられ、秋はジューハロンのチャンピオンステークスに向かうことになった。そのステップとして、フランスでパース賞に出て勝った。チャンピオンステークスのイギリスの代表馬は、コバのリナクルで、前年はチャンピオンステークスで2着に入り、この年はクイーンエリザベース2世イステークスを勝って勢いに乗っており、1.8倍の堅い本命になった。 ボールドリックは4.5倍の2番人気で、アガカーンのジュール・エニウィインが5倍で、これに続いた。2000ギニーと同じパイアーズ騎手が乗ったボールドリックは、コバ勢を破って1番審査で優勝した。チャンピオンステークスは、イギリスの秋の大一番だが、これで15年の間に11回外国馬が勝った、ことになった。この勝利によって、ボールドリックはこの年のヨーロッパの中距離チャンピオンと、 目されるようになった。オーストラリアからやってきたばかりのパイアーズ騎手は、イギリスでのデビューの年に2000ギニーとチャンピオンステークス、そしてキング・ジョージ6世クイーン・エリザベース・ステークスに勝ったことで名を挙げ、これ以降ヨーロッパを代表する騎手と見られるようになった。ボールドリックが、チャンピオンステークス優勝で獲得した賞金は27000ポンド、あまりに上り、この年、イギリスで走った。 ラウンドテーブルの3区は、ボールドリックただ1等で、イギリスでわずか2勝しただけにもかかわらず、ラウンドテーブルは、全英守護場ランキングで3位になった。さらに、場所のジャクソン夫人は、ボールドリックでの大レース2勝と、ナスラムでのキング・ジョージ6世クイーン・エリザベース・ステークス優勝によって、年間の獲得賞金が98,262ポンドに達し、 この年のイギリスの場所ランキング1位になった。女性がバッシュチャンピオンになるのはエリザベス女王以来のことだったし、アメリカ人女性としては史上初のことだった。フェローズ調教師も名を高めたが、この秋はフェローズにとってはがっかりすることもあった。フェローズ調教師は、この秋にイタリアの3歳チャンピオンのプリンスロイヤルの遺跡を引き受けて外線門賞に挑むことに決まっていたのが、 同馬のフランスでのお披露目レースになったロワイヤルウォークショーで同馬が惨敗したのを見てこの約束を保護にしたのである。プリンスロイヤルは仕方なく別の調教師に引き取られたがその後外線文賞でサンタクロースを破って優勝したのだった。ボールドリックは4歳になって調子を崩した。2歳の頃の気難しさが再び激しくなり調教師の言うことを聞かず。 まともに調教もできない状態になった。春に2戦したが、エドモンブラン賞で3着に入るのが精一杯で現役を退くことになった。タイムフォームによるレーティングでは、1964年のボールドリックは131ポンドの評価を与えられた。フロリダの新聞スターバナー氏は、ボールドリックをヨーロッパの中距離最強馬と評した。 イギリスの伝統的な競馬の価値を信奉する者にとってはアメリカ馬ボールドリックの活躍は競馬の国際化の象徴であると同時にアメリカ産サ,サラブレッドによるイギリス侵略の象徴だったかつて20世紀初頭アメリカ国内で競馬が禁止されたせいでアメリカ馬が退去してイギリスへ押しかけた時代がありその反動としてジャージー規則が制定されイギリス人は サラブレッドの定義を狭めて、アメリカ産サラブレッドを締め出そうとした。この規則は、決闘書にわずかでも、決闘不明馬が含まれている場合にはこれを、サラブレッドと認めないというもので、事実上、アメリカ馬を狙い撃ちにした規制だった。この規則と、その後の二度の世界大戦によって、イギリスのサラブレッド界は、しばしの平穏を得たのだった。しかし、戦争が終わると、 アメリカからやってきたブラックターキンとフランスのマイバブがイギリス国内の大レースのほとんどを勝ってしまうということがあった。どちらもジャージー規則によればサラブレッドではない馬ということになり、イギリスのサラブレッドがサラブレッドでない馬に負けるということはサラブレッドの価値そのものを根底から覆すことになるとの危機感からイギリス競馬界はジャージー規則を撤廃し、 アメリカやフランスのサラブレットもサラブレットと正式に認めることにした。その途端に次々とジャージー規則が有効だったらサラブレットとは認められなかった馬がイギリスの大レースを勝った。ボールドリックもその一頭であり、ボールドリックはジャージー規則撤廃のきっかけを作ったブラックターキンの親戚だったのである。ボールドリックは1966年からフランスで、 タネボバになり、後に1973年に日本へ輸出された。フランスでは初年度3区のウィザウト・フィアが2歳戦で活躍したことで、ボールドリックがタネボバとして成功であるという評判を獲得した。ほどなくして、アイルランドダービー優勝馬のアイリッシュボール、アイルランドセンデニー優勝馬のファボレッタが登場した。日本では天皇賞馬競泳プロミス、 最優秀3歳品馬のマーサレットなどを出したが、ンクは気象が難しいというのが一般的な評価になった。ウィザウトフィアがオーストラリアで種ボバとして成功し、多くのボールドリックンクがオセアニアで種ボバになった。代表ンクのアイリッシュボールや競泳プロミスは日本で種ボバになったが、活躍馬には恵まれなかった。母の父としては大成功し、フランスでは 母の父として1982年のチャンピオンになった。各種指標を主な3区とその戦績ウィザートフィア、ウィザートフィア4戦0勝2主な勝倉、ヘロド賞オーストラリアの新種ボバチャンピオン。ウィザートフィアはボールドリックの初年度3区で、母はハウエル・ジャクソン夫妻の所有馬だったネバートゥーレートである。両親ともにアメリカサ馬であるが、父も母も イギリスのクラシック競争の優勝馬であり、決闘的にはいかにも、伝統的なイギリスなクラシック決闘だった。ウィザウト・フィアは2歳戦で早々と活躍し、サンファルマン賞を勝ち、続く、ヘロド賞は5場審査で勝った。2歳、次2 0 0 2賞のウィザウト・フ・フィアは、フランスの2歳ランキングで 59kg の評価を受け、世代2番手の高評価を得た。また、ウィザウト・フィアの活躍で、 新主母場ボールドリックは2歳主母場、タンキング上位につけ、初年度から成功主母場と評されるようになった。翌年のイギリスに1000ギーの有力候補とみなされていたが、馬運車で輸送中に転倒し、背中を痛めてしまった。それ以降、実力を発揮できず、早々と引退し、オーストラリアへ売られていった。ウィザウトフィアが進化を発揮したのは、オーストラリアで、 タネボバになってからである。ウィザートフィアは、一口4500ドル、50口の安価な種ボバだったが、3区がデビューすると、1年目のシーズンに30頭が49勝を挙げ、文句なしの新種ボバチャンピオン、2歳種ボバチャンピオンになった。新種ボバの3区が1年目に49勝というのは、世界記録で、他に、オーストラリア国内の様々な記録を6つ更新した。 ウィザートフィアの価値は1年で500万ドルに跳ね上がり、8シーズンほどで3区の勝ち馬は220頭、勝利回数は800を超えた。主な3区には、デザイアブル、アンナウェア、アウトワードバウンド、ブレイブショーなど、わずか4500ドルの種付け量で生産された、品馬が数万ドルで売買されるようになり、芝叩く間に、ボールドリックはオーストラリアで大人気の決闘になり、 次々と3区が、オーストラリアやニュージーランドへ売られていった。その中には、祖母にネバートゥーレートを持つヘッドオーバーヒールズ、テイクアディスクの、全兄弟もいる。両馬の母フォールインラブは、ネバートゥーレートの娘であり、ウィザートフェアから見れば、半姉にあたる。フォールインラブは1964年のフランスの2歳、ン馬チャンピオンになったン馬で、父ボールドリック、母フォールインラブという血統は、 ウィザウトフィアとは3、4が共通の決闘ということになる。ヘッドオーバーヒールズは、オーストラリアで、新種ボバチャンピオンになり、テイクアリスクも一勝はながら、ニュージーランドで、種ボバになった。フォンタラバルフォンタラバル60002勝主な勝ちクラ、レセ賞、フェリエール賞、パリ大賞点2着、エスペランス賞2着、日本輸入種ボバ。フォンタラバルは、ウィザウトフィアと、 同じくボールドリックの初年度3区である。ウィザウトフィアと反対に距離が伸びて力を発揮し、3歳春に、ショードネーショーとパリ対象点で2着になったほか、3000メートルのレセショーに勝った。競争成績は一流には届かなかったが、ラウンドテーブルやオリオールと同族で、ラウンドテーブルの祖母であるフェオラの強い近親後輩が、決闘的な特徴である。フォンタラバルは引退すると、すぐ、 日本へ輸入され、ボールドリック産区としては日本で最初の種ボバになった。しかし翌年に、ボールドリック自身が日本に輸入され、さらに次の年には、ボールドリックの代表産区、アイリッシュボールも日本へやってきたために、フォンタラバルの存在価値が失われてしまった。マサフォンタ、ラッシュポール、テキサスホークが代表産区である。フェイバリッタフェイバリッタ主な価値倉。 アイルランドセンギニー G1 ファルマス SG3 フェイボレッタはイギリスとアイルランドで走り1971年にアイルランドセンギニー G1 に勝ったフェイバリッタは繁殖品馬としてクイーンベアリステークス優勝ワーマランダやネルグウィンステークスに勝ってセンギニーで2着になったフェイバリッチなどを生みさらにその子孫からも重症化チウマが誕生している アイリッシュボール。アイリッシュボール主な勝ち倉。アイルランドダービー。G1。ダリュー賞。G2。ワシントン DC 国際。G12 着。イギリスダービー。G13 着。日本輸入手ボバ、アイリッシュボールは、ボールドリックの2年目の3区で、フランス3馬である。2歳の時にエロド賞に勝ち。3歳になって、アイルランドダービーに勝った。しかし、 アイリッシュボールの評価としてはむしろ敗れた競争で知られており、イギリスダービーでミルリーフから4馬ンハンサーの3着、ワシントン DC 国際でアメリカチャンピオンのランザゴーントリットから6馬ンサーの2着というのがそれである。1972年にイギリスでタネボバになると、その3区がデビューするより早い1974年に23万5千ポンドで、 日本軽手馬協会が購入し、1975年1月に日本へ輸入した。母系には代々長距離決闘が配合されており、スタミナを伝える守護馬として大いに期待された。輸入の翌年、イギリスでのサンクルーセントがオークストライアルに勝ち、さらに期待は高まった。ところが、日本での初年度サンク十九頭が競争年齢を迎えても一年目の勝ち馬は、 ゼロでアイリッシュボールは日高から栃木県へ移されてしまった。その後、共養地はさらに千葉へ移動して種付け量は10万円まで下がり、最後は北海道大学の付属農場へ寄贈された。1987年までは産区がいたが、その後は産区は生まれておらず、1992年1月16日付で用途変更となった。 中央競馬での重賞勝ち馬は、長谷しのだけだが、長谷しのは、オールカマー、新潟記念、新潟大賞典と重賞を3勝をした。このほか、地方競馬では、石川県で、スパニッシュボールが重賞を2勝をした。ザブザブ主な価値倉、ヘンリー2世 S、G3、キングジョージ5世ステークス、オーモンドエス2着ウィザウトフィアがオーストラリアで、花々しい守護馬デビューを飾り、 ボールドリック人気が高まったことで、多くのボールドリック産区がオーストラリアへ送られたが、ザブも、その一等である。ザブは、ドービルのセリー市で6万5ドル相当で買われた。母のゼルファナは、イギリスダービーは、ピンザの範囲妹であり、血統的な構成は、フェイバリッタに似ている。ザブは長距離戦で強く、3歳児には12ハロンの、キング・ジョージ5世ステークスに勝った。 この時に3バ審査をつけて任した、ペネイドはその後、セントレジャーステークスを勝った。コバになってからも、16.5ハロンのヘンリー2世ステークスを勝ち、グレートヨークシャーハンデキャップも5バ審査で勝った。現役時代のタイムホームレーティングの最高値は125だった。ボールドリック人気によって、オーストラリアで種ボバになると、初年度に55頭に種付けして52頭が受胎。 二年目も58頭中54頭が受体と極めて高い受体率を誇り、初年度産区が競りに出ると平均7100ドル余りで4頭が売れた。種付け量は1500ドルだったので、マーケットブリーダーにとっては利益の大きな種母場となった。1971年にアイリッシュボールが活躍して、ボールドリックがイギリス種母場ランキング4位になると、 ボールドリックの初年度産区のフォンタラバルの日本への輸入が決まり、翌1972年初頭に日本入りした。この年の暮れには、ラウンドテーブルが北米シュボバチャンピオンを決め、日本の生産者はボールドリックの輸入を決めた。売買交渉がまとまると、1973年1月に日本へ輸出された。チンジケートボールドリック会が組まれ、浦スタリオンセンターで、 つなぎよう、1974年から強要された。なお、日本での産区がデビューするのに先立って、1970年生まれの産区が2頭、それぞれ持ち込み馬と外国産馬として走り、中央競馬で2勝を挙げている。日本での種付け量は、はじめ150万円と、当時としては高級な種母馬だった。初年度から53頭の配合品馬を集め、 その中には、ムーテイイチのような重症カチウマや、オーカショウ、オークスの三着馬丸しげ、輸入繁殖品馬では、スウェーデンオークスのカチウマハッピースターや、ヤシロ大グループの基礎輸入品馬、ホイスリングウィンドもいた。これらの初年度世代は1977年に、競争年齢に達したが、一年目は、わずか4頭が一勝ずつしただけにとどまり、期待外れな出だしになった。しかし、 二世代目からは、優秀品馬二着の中見サファイアが登場し、三世代目からは、日本ダービー三着の帝王者、四世代目からは、北海道三歳優秀の大和き子が出た。これらの世代が揃って活躍した1980年には、種子がランキング18位と上位に顔を出すようになった。1982年には、小馬になった三世代目の中から競泳プロミスが出てきて、 毎日王冠に勝ったほか有馬記念でも三着に入り、他にも重症化チューマーが出て種ボバランキング6位にまで上昇した。なお、この年、フランスでボールドリックが母の父部門のチャンピオンになっている。さらに、翌1983年、三崎マリヌーンが夏に南関東の最大の競争である放置、オールスターカップを勝つと、秋に競泳プロミスが 天皇賞制派、さらにジャパンカップで2着に入った。2歳戦でも頻馬のマーサレットが活躍し、競泳プロミスはこの年の最優秀コボバ、マーサレットが最優秀3歳頻馬に選出された。このように3区からは大レースに強いものが現れたが、難しい気象のものも多く、気象が激しく扱いにくい、というのがボールドリック3区のイメージになった。 翌年以降もハシロー D、ィイオージカツラギハイデンなどが重傷を勝ったが、ボールドリックは1986年8月26日に死んだ。その後もブルーリック、ノースオーシャン、サニーボールドが地方競馬で重傷に勝った。競泳プロミスをはじめ、ヤマニンボールド日高スピードが日本産の後継種母馬となったが、重症勝ち馬は、 日高スピード3区の YS ダズルが中津ダービーに勝っただけにとどまった。日本での各種指標日本での主な3区とその戦績ボールドリックはタネボバとして一定以上の成功を収めたが他のラウンドテーブル3区と比べて特別成功したというほどでもない。しかしブルードメアサイアーとしては優秀でその代表格はイギリスとアイルランドで G1 競争を参照した。 キングスレイクである。特に1982年には多くの活躍場が出て、フランスのブルードメアサイアーチャンピオンになった。日本でもマイル路線で活躍した、北斗ヘリオセ北斗ヴィーナスの兄弟をはじめ、スーパープレイ、桜ハイスピードなど数多くの重症化チューマを出している。特に桜ハイスピードが活躍した1994年の BMS ランキングは、地方競馬で5位。 日本総合で13位となった。特に、ボールドリックと直接関連のあったもの。この他、ボールドリックとは、直接関わらなかった同年生まれのものとして、新山、ノーザンダンサー、レーズアネイティブなどがいる。カテゴリー、1961年生も参照。ありがとうございます。